市場価格1000万超え平野市用、川口春なら愛用のブランド時計の価格がこと次元。世界的なセレブたちのこと次元の腕時計愛用。高級時計は豪華なライフスタイルとファッションの一部として、セレブリティたちの間で常に注目の敵でした。 最新のトレンドをリードするセレブたちは、時計愛好家としても知られ、その愛用する高級時計はしばしば注目を集めます。日本でも、滝沢秀明が率いるエンターテインメントグループ、飛べ、への合流後、平野紫耀や川口春奈などのトップスターたちが愛用する高級時計が話題になっています。この記事では、 彼らが愛用する時計の価格と魅力について詳しく掘り下げます。平野の仕様の1000万円超えのハリー・ウィンストン。平野の仕様はその魅力的なファッションセンスで知られ、インスタグラムなどのソーシャルメディアで常に注目を浴びています。彼のインスタグラムに登場した腕時計が一大トピックとなりました。 それは、世界5大ジュエラーの一つであるハリー・ウィンストンの高級腕時計で、市場価格が1000万円を超えるものでした。ハリー・ウィンストンは、女性芸能人が婚約指輪として愛用することで知名度が高いブランドですが、平野仕様のような男性がこれを身につけることで新たな注目を集めています。高級腕時計としてのハリー・ウィンストン。 銀座バンスの店長、松井義樹さんによれば、ハリー・ウィンストンの時計は女性の需要が高いブランドですが、平野さんのような男性が着用することで広告効果も期待できるでしょう、と述べています。しかし、その価格は一般の消費者にとってはこと次元のものであり、松井さんも欲しいけれど、現実的には難しいと感じられる方が多いのではないでしょうか。 と指摘しています。平野仕様の他の高級時計。ハリー・ウィンストンの時計以外にも、平野仕様は高級時計を愛用しています。彼のコレクションには、800万円台後半のゴールドのロレックスデイデイトや、約400万円のゴールドのコスモグラフデイトナーも含まれています。 特に、ロレックスのデイデイトは、高級時計の頂点とされ、その価格も、市場価格では、500万円を超えることもあるほどです。トベ合流メンバーの高級時計愛好家。平野潮と共にトベに合流した神宮寺雄太も、インスタグラムに色違いのデイトナを付けた写真を投稿し、高級時計愛好家としての一面を披露しています。 また、女優の川口春奈もロレックスのデイデイト、約400万円を所有しており、男性用の大きな時計を身につけることがトレンドとなっていることを示しています。川口春奈の高級時計コレクション。川口春奈は様々な高級時計を所有しており、その中には世界三大時計ブランドの一つ、オーデマピゲの時計も含まれています。 特に、オーデマピゲの時計で、ターコイズのロイヤルオークというシリーズのものを所有しており、この時計は、ラグジュアリースポーツウォッチとして高い評価を受けています。川口春菜の時計コレクションは、彼女の洗練されたファッションセンスと高級時計の魅力を結びつけています。他の有名人の高級時計。川口春菜以外にも、日本の有名人たちが高級時計を愛用しています。 女優の田中みなみは、オーデマピゲの約200万円の女性モデルを愛用しており、さらには、パティックフィリップの約500万円の時計も所有しています。また、お笑いコンビのアンガールズの田中隆も、パティックフィリップの時計を持っており、高級時計愛好家として知られています。パティックフィリップは、世界三大時計ブランドの一つであり、その時計は資産性からも注目されています。 高級時計の価格上昇。高級時計の価格は、その原材料に使用される金の価格と関連しており、年々上昇しています。特に、コロナ災いの期間においても、高級時計の価値が落ちないというトピックが話題となりました。 正規店でも商品が店頭に並ばず、店売市場で高額で取引されていることから、高級時計は投資対象としても注目されています。そのため、一般消費者にとっては手の届かない価格になってしまっているのが現状です。トップスターたちの高級時計愛用が時計ブランドにもたらす影響。 トップスターたちが愛用する高級時計は、ファッションとアクセサリーの一部として注目を集めています。平野紫耀、川口春奈、神宮寺勇太などのセレブたちが愛用することで、これらのブランドの知名度が高まり、高級時計の魅力を広めています。一方で、その価格は一般消費者には手の届かないものとなり、投資対象としても注目されています。 高級時計の価格上昇は金価格との関連もあり、今後も続く可能性が高いです。セレブたちの時計愛用はファッションと投資の両面から注目されており、高級時計市場に大きな影響を与えていることは間違いありません。